このドル潰しの一番最後の今のすごいところっていうのはな、エネルギー価格を上げる方向へ持っていってる、戦争を起こしてるっていうのがすごいんですよ。昨日バイデンテレアブブ言っとったよね。あれちょっと見てたんよな。あれどれぐらいやったかな、40分1時間弱ぐらいやってたから見てたんやけど、はいはいはい、なんかな、バイデン人質に見たい方が先って、大統領専用機、あのエアフォースワンっていうやつ、はいはい、なんか変な色してんのよな、なんか緑色みたいな青みたいな、なんかまあ多分みんな見てる、まあ見てない人は一回見てくれたらええねんけど、はいはい、なんか変わった色してんねんな、これ大統領専用機違うやん、あの緑というか青ですよね、なんかね、うん、下はななんか 青というか薄いブルーというか、こんな色やったっけみたいな、あー確かになんか光を加減すると、あブルーか、あー緑だな、なんかな変な、あれね、大統領専用機じゃないよ。ああ、確かにこうなんか面白いなこれ本当。ですね。なんか急遽作りましたみたいな感じだね。いや急遽、いや前からエアフォースワン偽物使ってるような感じはしてたけど、なんか今回の特にハリボテみたいな感じね。なんかハリボテ。なんかどっかから民間機持ってきて、とりあえず上に塗って国旗つけましたみたいな。民間機持ってきてって面白い例えですけど。ほんでな、あれね、タラップ降りてくるときって結構敬礼すんのよ、きっちり。あ、特にイスラエルなんか入っていくから、運もいるしな。まあまあ、その、モサドとか CIA とかそういう諜報機関で、まあこれとかですよね、これですよね、要はね、そうそう、ほんでその下がみなんて水みなんていうこれですよね、ここですよね、ここですよね、そうそう、そんな色じゃなかったけど、これ面白い、なんでここに色、まあロゴ、ここにまああれはついてますけど、でもなんか、ね、いやこれな、うん、でな、誰も敬礼してくれないんですよ。それはそれでなんかどういうことよって感じ、なんか友達迎えたみたいな感じでな。あで、まあそれはハメラ、まあちょっと演説してたわけですけど、はいはいはい、でね、そのあの演説がすごいの、はい、まあ演説の内容っていうのは大した内容ないけど、はい、そのイスラエルと共に我々はアメリカはある、はい、あるみたいな、その表現というか、うん、それをイスラエル側のこさえた、あ、記者みたいなのに囲まれながらみたいなとか、もう単純に分かりやすい言うと、はい、バイデン、お前ここでこういうことちゃんと言わんかったら、お前分かってるなみたいな。なんかだからな、あれ見ててな、印象的やったんかな、うん、イスラエルの方が上なんじゃないのみたいな。そういう作りになってる、作りやけどな、あれは。そのな、自然にそうなったとかじゃなくて、そうやれと言われてるっていうことですよ。はいはいはい。だから、まあ、最後までアメリカやれよと、助けろよっていう話だと思うんですよね。で、まあ、一応中、まあまあ、そんなヒートアップしないでねって言いに行ったんか、どうなんかは知らんけど、ただな、現実問題も武器も金もないわけですよ。はいはい。で、その武器も使い果たして、予算組めなく状態になってるわな、止まってるわな、アメリカ今。まあ、90日延期してるけど、はいはい。1ヶ月後ぐらいにどうすんのってなるわけですよ。はい。そこへまたイスラエルに金を送り込むとなってくるとな、これな、なあ、またね。もう今回ってことですよ、だから。そういうことじゃって感じですよね。ああ、こういうすごいシナリオ組むんやな、やっぱりと思って、こうやって追い詰めていくのねみたいな。そうですね、はい。だから、うん、要は自国のために金使わんと、他国のために金ばっかり突っ込んで、戦争ばっかりやらされてやってるみたいな。本当ですよね。で、ますますインフレは進んでいくと。うん、要は、そんなイスラエルに金入れる、そのなんていうかな、予算組んでしまうと、ますますアメリカ国内に金回らんし。はい、またすらなあかんというふうになってくるしな、はいはい、インフレ目標にインフレ 2% までに抑えるって言って利上げやってるのに、またインフレになっていくっていう話なんですよ、これ。そうですね、はい、また原油エネルギー上がっていくでしょ、ガスも。だからな、これようできたシナリオやなと思って見てんねんの、すごいなこれと思って。こうやって沈めていくんやみたいなな。うん、でまあやっぱこれヨーロッパ、僕いつも通りのお話通りで、これヨーロッパえらいことなってくるからな、これ今回はもう、うん、
激しいですよね、なんかね。うん、あのだから、ねえたっけ、ね、前から言ってるように、イランがまだ、はい、ね、イランがもし万が一出てくるようなことになると、あのホルムズ海峡とか、はい、あっこ閉鎖されることになってくるし、はい、でこの 2,3 日前にあそこエジプトのガザの左側がエジプトやわな、うん、てかな、あのエジプトのスエズ運河ってあるでしょ、はい、あこれ値上げしたからな突然突然値上げしちゃったんですか。 15% か何パーよう分からんけど、それぐらい値上げしてたよ。なるほどね、はい、そう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 、だからその出ていく方、いわゆる、東側へ向かう単価は同じなんですよ、はい、で中東から西へ向かっていく単価、うん、要はヨーロッパへ行く船ですよ、単価、うん、は 15% 上げますって、はいはい、また原油上がるわけよこれ、うん、もうな、もうヨーロッパ大変なことになるわ。大変ですよね、多分ね。すごいな、シナリオ、こういう風にやるんだみたいな。うん、やっぱ軍ってすごいやなと思うよな。こうやって作っていくやなと締め上げる。で、まあいつもの通りのお話通りで、やっぱりこれいつも言ってるように、これ基本の軸にあるのはドルやからな。このドルを一回破壊するってことやから。まあそうですね。ドルを破壊するってことはユーロも一緒ですっていうことやから。まあ、全部でドルに繋がってるわけですからね。そう、ね、だから。うん、まあね、そこへくっついてる日本円も一緒みたいな、はい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 、韓国ウォンとかな、はいはい、シンガポールドルとかな、はい、オーストラリアドルとかニュージーランドドルとか、まあ、いろいろとありますけどね。でカナダとかな、うん、で、うん、ダメージ、まあまあ世界中ダメージは受けていくんやけど、ダメージが少ないのがブリックスってことになっていくんですよ、うんうん、分かるでしょ。ドルから出ていったわけですよ。だからその前、はい、避難したわけよあの人ら、うん、でゴールドを集めたってことですよ。一時的に金本位制みたいな形になっていくんで、ゴールド担保になっていくんで、その準備をして逃げていったってことですよ、うん、そうですね、うんうん、でこれ最終的にはあのゴールドの裏付けのある通貨っていうのを続かんので、まあ、続くというか、そのあまりにもゴールドが前に出てくるっていう形じゃなくて、もうちょっとその各国のその技術力とか、そのエネルギーとか、うん、あとは国民性とか治安とかな、はいはい、そういうものが裏付けになった通貨になっていくんやけど、一時的にはゴールドしかないんですよ。もう戦乱の状態やからな、今。戦国時代やから、これな。そうですね。はい、それに備えたブリックスってことですよ。はい、だからドルから遠ければ遠いほどダメージが少ないわけですよ、今回。うーん、よー見えてきたでしょ、アイちゃん。これでもう長いことやってきたけど。みんなも、うん、いつもの通りですね、みたいな。はい、今回のあのバイデンおもろかったな。タラップでこけへんかったけど、こけるネタやんのかなと思ったけど、あ、今回は特になかったって感じですね。なるほどね、うん、明らかにもう私は大統領ではございませんみたいな。結局これ前から言ってるように、アフガンで負け、はい、ウクライナで負け、はい、で今回これイスラエルで負けるとすると、うん、もう次極東しかないんですよ、台湾であれ、朝鮮半島であれな、うん、そこまでやれるかどうかは別として、うん、もうあの人ら本当追い詰められたっていうか、最後のあがきっていうかな、もう、はいはいはい、うん、もう最後の最後ですよ。だから実際問題、ウクライナでやりながらイスラエル でもやれることなんて無理だよ、うん、アメリカにもこれ力がないから、うん、ほんでそこへ極東が始まったら、これもう絶対無理なんでな、こんな金も無理なくなってまうからな、うん、武器も、はい、何もないから、いや、こうやってドル追い詰めるんだみたいな。なるほどね。完全追い詰められましたみたいな話。はいはいはい。すごいな、今回この大転換な、ほんまな。そうですね、結構すごいですね、この大転換はね。変化が激しいですよね、なんかね。うん、地政学がな、これだけ変化するのも、アメリカボロ負けみたいな。ボロボロに負けてますみたいな。まあ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 。まあでも。もうなるようになってるよねって感じだから、まあでもね、そのボロ負けというか、はい、その今この今回のアメリカ合衆国やな、今のこれ幕を閉じるというか、はい、その、はい、最後の終わりなに、はい、バイデンっていう役者がちょうどよかったよな、これすごいわな、やっぱな、はい、できてるよな、シナリオな、うん、最後沈んで、あのアメリカを沈めるのはバイデンですみたいな。そうですね、で日本を沈めるのはあのメガネさんですから、はい、そうですね、はい、でカナダを沈めてるのはトルドーですからみたいな。これ全部揃ってる、完璧に、うんうんうん、で今のイスラエルの幕引きをするのはネタニヤフと、うん、これ役者なんですよね、役者を揃えてるってことなんだな、これ。そうですね、役者を揃えてますね、こいつとどんどん沈めるぞみたいな。確かに。
で沈めるにはちょうどいい役でしょ、あのバイデンさんとか。そうですね、日本のあのメガネの人もちょうどいい役目でしょ、見てたら。役目、いい役目ですね、確かに、うん、沈むべくして沈みますからみたいな、うん、まあそういう話です。はい、はい、今日はこの辺で意外と早かった今日の、うん、今日はもうささっと終わると思う。いつも俺で30分ぐらい撮ってもらうからもう同じような話になっていくから。そうですね、確かに。はい、じゃあ今日のテーマは、今日のテーマは経済の話ですね。はい、では具体的にじゃあ経済の話っていうのはどういう話かっていうのをちょっときっかけを作りますけど、まあ、最近めっちゃ経済とか行き行きが不安という部分が非常に多く出てまして、じゃあその中でじゃあどのように僕たち楽しがその最終的にやっていけばいいのかっていうところですね、また深く掘り下げて今日は話をしていきたいと思います。はい、まあだからね、はい、いつも あの同じ話ですよ。だからドル一回をや終わりっていうことだから、これもう世界中に波及するわけやから、そんなこと言われてもみたいな話になってくるんやけど、はい、でね、まあまあ端的に言うと資産的なもんとかな、そういうのをどう対比させたらいいんでしょうかとかな、はい、うん、まあマスに受けてはそうですよね。そのもともと持ってるお金がなくなるけど、結局不動産投資とかだね、そのなんだろう、何かの金投資だったり、そっちの方にどん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 金額を移行させていくっていうのが重要だとは思うんですけどね。どうやって補正しましょうかとかな。そうね、うん、そういう話いろいろあんねんけど、うん、基本的に金融に紐づいてる金融商品みたいなやつは、はい、もうみんな覚悟したいと、覚悟しといた方がいいよ、誰も逃れられへんから、うん、だからそれはユーロとかドルとかそのどこどこがどうとかっていう話でも何でもないですよ、これ人民元であろうが。もう全部ですよ、うです、ね、うん、金融商品っていう、金融に近い商品であればあるほどもう総ダメージですよ、今回はな。はいはい、だからそれ金も銀、ゴールドもシルバーも一緒やと思うんですよ。最後は総になるはずやから。まあ、不動産も一部を除いてやっぱ売られるはずなんですよ、やっぱな。はいはい、よっぽどいいもんじゃなければ。はい、ただ、またそれ終わった後に新しい通貨になってまた始まりますってなるだけの話なんで、これ株も一緒ですよ。そうですね、だから単位、うん、が変わると思ったらいいわけですからね。例えば今まで5万円やったものが5000円になりますとか、イメージとしてよ、うん、ああ10分の1になっちゃったみたいになって、はいはい、でそれが実物現物で、例えば不動産やったらね、うん、5000万円ですってなってたやつが、あ500万円になりましたって言ったって、うん、この中では500万円は500万円相当の価値を持つってことになってくるんでな。そうですね、あんまそのも気にしてもしゃあないよ、これは、はい、でもともとそのなんていうかな、通貨って何なのみたいな話から言った方がやっぱりええと思うんですよね、基本経済って言うんですね、うんうん、はい、で通貨って何なんって言ったら、まあ一つは決済手段ですわな、物と物と交換する手段的なもの、ね、うん、手段ですね、法定通貨ってな、はい、でまあ二つ目は価値の保全みたいなもんですわな、価値の保全ですよね、そうですね、そうですわな、うん、三つ目がどちらかというとその、うん、情報っていうか、情報ですね、でこれまあ情報って何なんかって言ったら、うん、その例えば何かを買うときの相対比較するときの基準の情報、はいはい、うん、だから例えば100万円の車と1000万円の車の相対比較するときの基準ですよ、うん、価値基準の情報ってことですね、はいはいはい、この3つぐらいなんですよ、通貨 の、役割ってな、はい、でこれからじゃあ新しい通貨1回これクラッシュしてグレートリセット終わりました、通貨新しくなりますよってなった後にはどうなんのってなったら、はい、まあ、その一つ目の決済手段というか、物と物とを交換する手段的なもの、決済手段は残るわな、当然な。はい、そうですね。うん、だから二つ目のその価値の保全、はい、これはやりにくくなると思うんですよ。というか、限りなくない形になってくると思うんですよ。限りない形、うん、なるほど。要は通貨がデジタル化していくわけですからね。はいはい、ああ、はいはい、はい、うん。どっちにしろ現物っていうよりデジタル通貨みたいな形になっていくはずなんで、はい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 、価値の保全っていうのはすごくやりにくいというより、人々の心があんまりそんな意味ないよねみたいな。そっちの方ですか。なるほどね。うん、これは価値保全っていうのがかなり薄まっていく感じになると思うんですよ。なるほど。で、はいはいはい、3つ目のその情報的なもの。情報的なもの。これはさらに、はい、なんていうかな、膨らんでいく役割として。膨らんでいく、うん、これだからデジタル決済になっていくんで、うん、あの人何買いましたとか、あの人どこで何買ってますとかな、はいはいはい、うん、そういう意味合いは濃くなっていくってことだと思うんですよね。なるほど、
だから価値の保全っていうのは、その、なんていうかな、その実物、現物だけじゃなくて、その通貨そのものにがあんまりそれ置いとくもんじゃないよね、みたいな。もっと高回転で回っていく世界。だから、ね、デジタル通貨であろうが、その紙の通貨であろうが、そんな今までみたいに、その不要なもんまでジャブ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 すり続けるみたいなんとかな。はいはいはい。あとは、そのレバレッジかけまくって、ないものをあるようにして、その莫大な借金で投資するとか、ウォール街とかな、シティみたいな。はいはいはい、はい。経済じゃなくなるってことですよ。なるほどね、だから通貨の価値そのものっていうの、まあ、価値というよりだけで動いてますっていう世の中じゃないようになっていくって感じでさ。なるほどね、通貨ってそもそも何なのっていうのがそこですよね、で今そのなんでアメリカこんなことなってんのみたいなあ、アメリカね、はいはい、もともとその派遣的なものってオランダですよね、近代史でいくと、まあ、スペイン、ポルトガルもあったりすんねんけど、一番その金融派遣みたいなな、はいはい、もうその部分でいくとやっぱオランダなんですよね。オランダ、でオランダのギ、うん、何やったっけ、こっちギルダーやったっけ、はいはい、あそこから始まって、その、まあ、なんていうかな、世界の中のその、金融としては大国、金融大国ですよ。あの、チューリップバブルみたいなって知ってる？わ、知らないですね、僕。何ですか？チューリップバブル。オランダがバブルの時ってね、チューリップの球根、根っこ？球根、はい、根っこ。あれにみんな投資したんですよ。へぇ、そうなんだ。うん、なるほどね、球根1億円ですとか。そんなことがあって。そうそう、バブルってそういうもんなんですよ、そもそもはな。そうなんだ。今から考えたら値打ちないもん投資してますねみたいなのな、ね、でもそう、ね、未来の200年後の我々の子孫から見たら、あの人ら何やってたのってことになるわけよ、僕らも見てたら。やっぱ同じ、そうですね、何してたのって話ですね。価値基準が変わっていくってことなんで、まあまあ、すっ飛ばしてオランダが金融派遣やったわけな、はいはい、金融としての中心ですよ、オランダ金融、はいはい、でこれがチューリップバブルで吹っ飛んで、で次、イギリスポンド行ったわけですよね。でこれが世界の中心、金融の中心になったわけな。はい、これポンドはダメですね、一回やめましょうって言って、次はアメリカドルになったわけですよね。ああ、なるほどね。でしょ。で、このドルが、もともとはやっぱり金、ゴールドの高、ゴールドが裏付けがあったわけですよね、金本位ですよ。金本位で動いてたわけですわな。で、この金の打感を外したわけですよね、今の通貨ですよ。もう金の裏付けやめましょうと。でこのきっかけっていうのは、やっぱりイギリスの悪知恵、金返せと、アメリカに預けてるゴールド返せと、でアメリカはその金ありませんと、これどうしましょうってなって、ね、もう外してまいこれと、はいはいはい、で金の裏付けのない、まあ、簡単に言ったらよ、はい、そういう俯瞰紙幣っていうやつやな、今言ってますから、これにがブレトンウッズバージョン2ってやつですね、ブレトンウッズバージョン2ですよ。金の打感を外したのが今続いてるってことですよ。はい、いいかな、うん。で、じゃあ、アメリカドルの強さを裏付けするものは何なんですかって言ったら、軍事力になってくるのかな。うんうん、でも、この軍事を使って、今度はサウジの原油を抑えたわけですよ。はい、うん、これがペトロダラーっていうやつですわ。うんうん、要は、油と原油とリンクしたドルってことですよ。なるほど。はい、うん、で、これは中東を軍事で抑えていったわけですよ。分かるでしょ、うん、ずっとやっとったでしょ、湾岸戦争から何から何まで、はい、イラクから、ね、リビアからな、はい、要は軍でイチャモンつけて、ありもせえへんことのイチャモンつけて、軍を出動させて、そこで抑えつけてドル支配すると、はい、ドルと原油をかっさらってドルとリンクすると、はいはい、うん、要はドルじゃないと決済できませんよっていうふうに世界中持っていったわけですよ、うんうん、原油をな。これがペトロダラーです、はい、だからで、これが今回終わろうとしてる理由というのは、軍が弱くなったと。軍が弱くなった。米軍弱いわけやな、今。で、政治がぐちゃぐちゃやと。これはまあわざとやってるわけやけどな、バイデン引っ張り出してきて。で、その軍が弱い、政治がぐちゃ、まあ政治が先やな、政治がぐちゃぐちゃ、うん、軍が弱い。ね。で、これはもうアメリカ弱いぞと。うん、これあ、ドルにくっつとったらやばいぞと。で、アメリカと一緒にやってたら、俺らも心中するぞっていうことで、サウジとかブリックス行ったわけですよ。だからなるほどね、うん。ね。だからこれ、ペトロだら、うん、原油の裏付けがもうなくなったわけですよ、今のドルは。はい、はい、はい。事実上、ゴミ。事実上、紙切れねんけど、なるほど、はい、価値なしやねんけど、はい、とりあえず世界はまだ価値があるように思って動いてます、みたいな。なるほどね、ということなんですよ。
はいはいはい、で今その金利がドルの FF 金利が FRB の、なんぼかな、FF 金利が 5.4 ぐらいですよ、都合が、はい、あんだけ利上げ続けてやってきて、はい、でまたもう一回やろうかってやってるわけですよな、ちょっと目になると思うけど、はいはい、でね、一応建前上としてはパウエルさんが言ってるのは、インフレですよね、インフレが 2% にまで収まるまでやめないぞと。うん、裏を返すと 2% のインフレ目標を達成すると少しずつ、まあまあちょっと今回はやめ、利上げやめようかなとか、また利上げちょっと見送ろうかなとかな、ちょっと下げてみようかなとかっていうのもありえるけど、言ってることっていうのは 2% のまで物価が下がらんと、はい、インフレ率が下がらんと、はい、利上げはやめんぞって言ってるわけですよ。なるほど。でね、うん、普通あれだけのインフレであんだけ金利上げられたらね、日本やったら物価下がっていくんですよ、やっぱ。うん、なんでかっていうと、やっぱりみんな買い控える、うん、な、一番ひどい時アメリカなんてあれ 8% とか 7% のインフレやったからな、あれ、はいはいはい、で普通らやっぱり貯金するんですよ、日本人みたいな人って、はいはい、ちょっと買い控えして、だからやっぱ物価って落ち着いてくるんですよ、どうやったって、はい、うん、結構ヒューって物価が下がってくるんですよ、はい、でじゃあここでちょっと利上げ一回休憩しましょうかとかなんねんけど、うん、アメリカっていう国ってな、あの落ちてこらんよな、物価が。そうですね、あの人らな使うんよ使いますね、確かになけなしの金をなで今現実起こってることってどうなってんのって言ったら、クレジットカードに買いまくるわけですよ、あの人ら。ほんで借金つけなっていうのがアメリカの人だって今な。確かに。だから銀行預金は減っていくし、カードの負債は増えるし、インフレはまあ 4% ぐらいまで収まってきてるけど、まだ 2% には程遠いわねみたいな。だからこのドル潰しの一番最後の今のすごいところっていうのはな、エネルギー価格を上げる方向へ持っていってる、戦争を起こしてるっていうのがすごいんですよ。これがその下がる圧力、買い控えがあって下がる圧力があっても、うん、エネルギーとか燃料が上がっていくから、うん、下がりこがないんですよ、これ。なるほどね、うん。悪性インフレっていうやつですよな。はい、うん、だこれを演出してるわけよな。だから、どうやったって利上げは止まらんっていうことになってくるんですよ、これ。うん、で、この利上げ止まらなかったらどうなんのっていう。利上げ、この利上げ止まったら、経済破綻してますよね。もうすでに破綻してるんですよ。うん、だからもう住宅も高くなってるし、家賃も高くなってるし、そうですよね、も高くなってるしな、うんうんうん、で富はどん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 偏っていってるし、はい、で市中のマネーは利上げで引き上げてられていってるわけでしょ、はい、でそこへ来て民主はカード切りまくってまた借金してるわけだから、だから最後は暴動とか、うん、これなローマ帝国も一緒なんですよ、歴史の繰り返しって。こうやって結局だってで悪循環が続いてるから意味がなくなっちゃってますよね、だからね、うん、こうやって通貨的なものの価値とかをこう下げることによって、はい、民衆が暴動とか内戦とか起きていくわけですよ、最後は、うんうん、で政権っていうかな、その時の政権がぶっ壊されるってことなんですよ、うん、そうですね、うんうん、でもそれは今回ちょっと壮大なのはドルごとぶっ潰しましょうみたいな、はいはいはい、そういうことなんですよ。だから、うん、もうそもそもその何の裏付けもない俯瞰通貨はすりまくったっていうやつですよ。はいはいはい。まあそもそもいくらでもすれるぜっていうことで、はい、すりゃするほど金出して戦争もやれるしな、はい、レバレッジ期間した株屋もレバレッジ期間ってか何かな、債券売り飛ばしたりな、はい、まあ、いろんなことすんねんけど、結局そういう膨らましに膨らましたもんがもう限界っていう話なんですよね。はい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 。前も言ったけど、ある一定程度均衡的に膨らんでいけばいいんですよ、みんなが裕福になるように。そうじゃないんですかね、はい、この金融のシステムって片どっかに寄っていくんよな、その金ウォール街とか。そうですよね、だから要はやり方が若干ちょっといろんなところに寄っていくっていうのはありますよね、ウォール街とか、はい、あと軍産複合体な、うん、あの武器屋ですわ、武器商人とか寄っていくわけよな、はいはいはい、こうやったって。ほんで戦争なんか起こったらまた燃料の方に寄っていったりな、はいはいはい、偏っていくんですよ、富がどうやったってな。そうですよね、うん、話どこまで言っとったっけ。また金融の方を阻みして、で、はい、そのまあ仕組み、まあ、今回そういうことなんですよね。で、はい、その
何がどういう流れでどうなってんのっていう話になってくると、その要は2008年リーマンショックあったよね。はい、あれで事実上ウォール街とかシティの金融ってね、本当は崩壊してるんですよ、もうあそこで。ああ、なるほどね。はい。みんななんとなく持たしてるだけの話、持たしてきただけなんですよ。うん。うん。とりあえずなんとかやってきたみたいな。うん。で、そっからリーマンショックで終わってたはずなんやけど、またここからさらにすりにすりにすりまくったわけですから、戦争からとかなんとかかんとかと。でね、これまあ日本も世界中一緒なんやけど、で、はい、これが来て3年前のパンデミックですよ。パンデミック、なるほど。あったよね。うん、はい。で、これで経済止めたわけですよ、一回。一回と。止めたわな、うん。リセットかかりますね。経済止めて、経済を一回痛めつけるわけですよ。はいはい、世界中のな、はいはい。特にドルを中心とした経済を痛めつけると。はいはいはい、で、その後に今度あの注射出てきたわな、登場してきたわな。はいはい、あれは人儲けっていうのもあんねんけども、あれでまた借金付けにさせるわけ。わかりやすい言うたらインフレを引き起こすための材料ですよ。これわかるやな、アイちゃん。はいはい、言うて意味わかるやな。要はあれで薬投入するからって言って、国がいっぱいそれを投入するために借金させるところですよね。要は国が、各国中央銀行が国債発行して国に借金させて、また金を出すわけ、巻くわけですよ。うんうん、インフレなの当然はな、マネーの総量が増えねえから、はい、マネーの価値っていうのは下がるからな、はい、まあ、これが次の作戦とかシナリオですわな。はいはい、で、まあ、それが、それと同時に日本の場合もそうだけど、その補助金、助成、なんかいっぱい出したやん、給付金、うん。給付金、補助金とかね。で、給付金、うん、あのマスク配ったりしたけどな、バカも。あればいいねんけど、で給付金。あれも意味がなかった気がしますけどね、全然ね。税金の無駄遣いしてる気がしますけどね。まあ、それも同じことですよ。だから、はい、給付金配ったり、はい、あとゼロゼロ融資あったよね。うん、まあ、あれでまたさらにジャブジャブにしたわけですよ、世界中。うん、どうなる？マネーの総量また増えたわけよ。増えますね。さらにインフレの可能性、引き金が出来上がったわけですよ、これで。そうですね。で、はい、いいかな。はい、だからこれで準備完了ってまずなるでしょ。はい、準備完了ってなった後に何すんのって言ったら、インフレ引き起こそうと思って、アイちゃんったらどうする？要は、さっき言ったね、金をまずジャブジャブに巻いたわけですよ。任させたわけですよ、国にね。中央銀行、はい、中央銀行国債発行させて。はいはいはい。世界中な。はい。うん、で、金がジャブジャブに出ましたと、はい、世の中に出ていきましたと、はい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 。で、インフレにさせるためにはどうする？インフレにさせるためには、まあ、嫌でもインフレになるじゃないですか、準備整ってるのはマネージャブジャブやから、うん、要は、インフレっていうのはマネーの価値が薄まっていくってことですからね。はいはい、そうでしょ、うん、そうですね。その物の価値が上がってるというよりは、マネーの価値が下がっていってるってことですよ、総量が多すぎてな。で、これをさらにインフレ仕掛けようと思ったら、燃料なんですよ。燃料なんだ。原油とかガスとかなんですよ。はいはい。これの値上がりするためには何が必要？原油、ガスが上がるためには何が必要やと。止めるしかないですね。いや、戦争なんですよ、だから。ああ、そっかそっか。だからさっき言ってたイラクの戦争か。はいはいはい。原油と燃ガスを上げるためには、電気代上げるためにも戦争が必要なんですよ。はい、そっか。そっか、兵器とか動かすには、それをやるためには、それやるし、輸出のところを止めればいいのかの話か。分かってきた？はいはいはい。だから、これめちゃくちゃよくシナリオできてるでしょ。よー、分かるでしょ。分かりやすく、綺麗になんかもう、ストーリーが出てますね。はい。で、はい、今日はちょっと、いつもと違う切り口でな、宇宙とか神様の話やめて、今日これで続けるけど、はい、はい。次はどうするの、はい、ってハイパーインフレなんですよ。ハイパーインフレ、はあ、うん、まあこれ国によって地域だってだいぶ違うと思うわ。日本はそんなひどいことにならんと思うわ、はい、アメリカ、はい、ヨーロッパはえらいことになると思うんですよね。うん、うん、だからなんていうかな、昔ドイツであったように、何やったっけ、パン1個買うのにこれぐらい札束持っていかな、こんな札束買えませんみたいな、ジンバブエみたいなのかな、はいはいはい、あれハイパーインフレですよ。なるほど。物価がいきなり1000倍1万倍になるとかな。はいはい。で、これを次やったらどうなんの？ハイパーインフレを起こしたら世の中ってどうなると思う？アイちゃん、どうなるの？ハイパーインフレを起こしたら世の中何も買えなくなっちゃうじゃない？また戦争起こるんじゃない？戦争起こんないか。いや、逆に言うと、ハイパーインフレを起こす目的は何や？ハイパーインフレ、それを崩壊させるためじゃないですか？そのシステムを。ハイパーインフレ起こったら、だって、
すごい高くなるってことですよね。あ、価値がな、あのな、価値な、価値がなくなるってことか。ええから、まず一つ目が、はい、パンデミックですと。パンデミック、パンデミック、はい。はい、で、パンデミックで行動制限させましたと。行動制限、はい。はい、で、景気が世界中一気に悪くなりましたと。はいはい。えらいことになりましたと。はいはい。景気がなくなる。これはダメですねっていうことで、うん、中央銀行に、国債発行させて世の中に金を任したわけですよ、国に借金させて。はい、金を任しました。はい。はい、ということは世の中に金ジャブジャブになりました。出ていきましたと。はい。はい。で、これはインフレの仕掛けが終わりましたと。で、インフレを起こすためには燃料を上げないといけませんね。そうですよね。うん。で、それ一番いいのは戦争ですよねっていう話になってくる、ね。はい、はい。戦争をやりますと。やります。で、次は燃料の次は食料になってくるんですよ。食料、はい。食料を、その、人為的にこの食料が途絶える状況を作りたいわけです。はいはい。供給できないっていう状況です、ね。はい。届けられない、届けられない状態ですよね。はい。で、そのインフラを壊すためにも、やっぱ戦争大事ですよ。戦争大事。シーレーンから、はい、要は、タンカー通れないように、こう、封鎖していくような背中から、はい、それとともにハイパーインフレなんですよ。言ったように、大量の金を持っていかんと食料買えませんみたいな。これ、次の段階行くんですよね。これ、国崩壊ではないですか、ね、うん、国中それは後なんですよ、まだ。まだ後なの、まだ、だから俺、大変よ、これからって言ってるやん、だから。それ後なの、ああ、今、じゃあその後どうなんの、金を潰すときはどうすんのって言ったら、うんうん、ちょこちょこ止める練習してるやろ、あの、みずほとか三菱 UFJ。ああ、銀行ね。練習、はい、練習。はい。あれは練習なんですか、止める練習。そうそう、練習というより予言してくれてるんですよ、ちゃんと。ああやって。ああ、なるほど。どうなったらどうなるか、皆さん気づいといた方がいいよって。はいはいはい。結構この間止まりましたもんね、銀行ね、一斉にね。ああいうことが次来るんですよ。なるほど。うん、だから、ネットを遮断するとかな。はいはいはい。インターネットね、サイバー攻撃ですよ、分かりやすい言うたら。はいはいはい。一番希弱なそこでしょ、通貨潰そう思ったら。そうですね、そこやったら完全に潰れますね。はい、でしょ、なくなりましたね、はい。だから食料の次はここ行くんですよ。なるほど。はい。で、はい、終わりますみたいな。なるほどね。なるほどね。その後はまた次回話してあげるわ。まだあるから。まだあるんだ。まだある。だからこの間の銀行のやつって全部じゃあ、仕向け。そうなんですよ。だから物事って全部ね、ちゃんとなんかやる前と教えてくれるんですよ。うん、だからたまたま、だからみんなわけわかんない、たまたまなんかが起こってるとか、そんなわけありえへんやろ、そんなこと。まあ、確かに銀行とかそうです。そうです。あれだけのシステムやねんから。あれだけの今までなかったわけでしょ、ずっと。そう、なかったです。突然続けて起こり出すことなんかないやろ。全部の銀行が止まっちゃったってことはないですからね。わかった？はい。で、まあ、こいつが次回するけど、その次は、何だったっけ、サイバー的、まあ、要はネット遮断的に金融一回潰しますみたいな、次はどうなんのって言ったら、カオス。でも、それって本当にその中にはなってくっていうところで、そのいきなりパッと来るものなんですよ、やっぱり。ん？いきなり、こう、急激に、変換っていうか、変化が来るものですか？あの例えばね、国の借金いくらだとかどうだとかみたいな話ってあるやん。はい、財産税的なもんってあるやんか、はい。取られたらどうしようみたいな。はい、いやそんなことがあるとしたら、いちいちゆっくりやると思う？まあ、一気にやると思う。大体あれで土曜日とか日曜日にやるんや、一気に。一気にやるとは思いますけど。そうですね、で、仕分けたら、ありゃーみたいになるわけですよ。はいはい。だからそうなるよ、金融は。あ、だから戦争が起こるとか、爆弾ってくるとそれはないから。はい、所詮金の話やからどっちことないけど、はい、ただあれ要はそういう、なんていうかな、通信的なものを止められて金融動けなくさせられて潰されたら一番困るのは仮想通貨ですよ、これはっきりと思う。通貨、なるほど。あれが一番やられると思う、今回は。うん、ちょっとあいちゃん今日は恐怖みたいな。大変だみたいな。で、あと何年かかるか分からんよ。何年かかるか分からんけど、こういう激動っていうか、一回新しく時代が入れ替わる前で、必ず天災地変来るっていうのは何回も言ってる通りなんで、必ず来ますからね。うん。それいつか俺に分からん。どこかも分からん。天災地変っていうのは、その、地震、津波みたいなやつです。津波みたいな、そういうものが、噴火とかな。
これは統計学から来ますから、ね、まあ、統計も的なもんもあるけど、必ずね、世の中が大きく変わるときにはこれ必要なんですよ。でだから俺前の動画でも言ったように神がおるんですよ。やっぱもう神様がお前ら改心せえっていうことなんですよ。だからで改心させるためには大きなことを起こさんと改心せんでしょ。みんなそうそうそうね。だから、うん、いやポイント、キーポイント、キーポイントの転換期には必ず何かの災害が起きてるのは分かってますけど、うん、それはだから人為的に起こされるとかどうたらこうたらみたいな言う人おるけど、うん、サイクルなんですよこれやっぱ。なるほどね、うん、だから全部金融から何から何まで全部が一気にバッって動き出すみたいな感じですよ。なるほど。だから世の中の規模から見ると、なんだろう、全部変わってきますね。変わるっていうか、なんだろう。だからあと 2,3 年大忙しやで。ちゃんことショック受けてるけど。なんかショックですね。なんか、なんか今日初めてそのことを聞いた気がするんで。あ、わからんかった。理由よかったっけ？あんまりここまで詳しく言ってなかったですよ、多分この。あ、まあ、うん。でも要は、ただグレートリセットって話は聞いてましたし、まあ、金融的に大回帰って、あんまりそのお金持ち以外は関係ないって言ってたじゃないですか。いや、関係ないやん、だから、実際。ただ、500万円の人が、いや、これじゃあ3分の1に切り下げますって言ったって、うん、500万円愛ちゃんが持ってたしよ、うん。で、180万円とか150万円とか残るわけでしょ、うん、10億円とか100億円のとかなわんよ。3分の1に切り下げますって。まあまあまあ、そうです。だから、この今日最初に言うたように 100% の保全は無理やから。これはみんな覚悟しといた方がいい。だから、100% 保全なんかしようと思ったらショック大きいよ。もう諦める、ある程度。うんうん、そういうこともありえるだろうから、ちょっとこう現物にシフトしておきますとかな。あ、要は不動産とかいろんなものにね、自分のやりたいことやっておきますとかな、うんうんうん、そういう構えですよ、うんうんうん、で例えばね、ただね、そんな外外的なもんですよ、資産的なもんな、はいはいはい、形のあるものな、不動産も含めて、はい、不動産がどうなるとかこんなんじゃなしに、あまりにそこに頼りすぎてると、ゴールドとかシルバーとかもそうやけど、はい、それなくなったらどうなるのって話になるんじゃないですか、やっぱり。まあきついですね、なくなったらね、うん、そればっかり考えてるとな、はい、だからそれからもちょっと半分頭抜けとかんと、はい、何があったって自分の頭、自分のこう、なんていうかな、その頭とか行動とか、まあ、いろんなものひっくるめて、はい、それで道理でもしていくわみたいな話です。そこがないときついと思うんですよ、やっぱきついですね、確かにね、うん、あるものっていずれなくなるんだな。そうですね、うん、あるものは基本的に次の日はなくなっちゃいますね、もう消えちゃいますね、はい、そういう意味での意識の変化っていうのも次の時代なんで、うん、あまりにもそこに頼りすぎるっていう形の時代でもないんですよ。なるほどね。だから自分の頭脳とか、その考え方とか、生き方とか、スキル的なもんとか、果てはコミュニティ。うん、だから自分がどうなっても死にかけたら食べ物くれる人が横におるとか、うんうん、コミュニティじゃなくても命をかけてもう守りたい愛してる人がいるとか、うん、そういうことが大事になっていくの、次は。要は横のつながりってことですよね。そうです、誰かかの関わり合いとかつながりですよ、うん、それさえあればなんとかなるっていう話なんですよ、今回。うん、うん、まあ、こうなるとまたいつも通りの話ねってなるから、おもろないからちょっと違う方向行くけど、ちょっと今日ちょっとビビらせネタみたいなのが面白い、うん、ちょっとなんかすごくなんだろうな、聞いてたけど明確化に言語化されてるからびっくりしてる部分もありますね、やっぱりね。多分みんな分かってたと思うけど、今日はちょっとビビらせてあげようかなと思って。じゃあこのままビビらせるけど、でも最終的にコミュニティとか生き方とか考え方が最後は大事になるって、これで分かったよ、完全に見えたよ、もう、うん、そうなるんですよ、究極はな、うんうん、だから金融的なもんはもう一回言うけど、日本であっても無傷ではおれんからな、今回は、うん、だから要はそれを迎えるために協力体制をコミュニティで持っとかないといけないってことだね。あの、そういう話じゃなくて、例えばね、うん、その通貨的なもんが前になくったって動いていける、うん、付き合いみたいな、仲間みたいな、うん、だから分かる、もっと分かりやすい、給料なくても働けますみたいな、働くというイメージより一緒にやろうよみたいな、あ、そういう話です。だからもっと突っ込んで話すると、価値観で結ばれた人たちみたいな、うん、そういう話になっていくんですよ。そうね、うん、だからいつも言ってるな、これ何十回も言ってるように、役所とか大企業は動かなくなりますよっていう話ですよ。要は価値観で結びついてない組織は動かん、止まってますよ、もう。
なんでかって言ったら金が降りてけへんなるからですよ。うん、そうね。わ、うん、かるでしょ、はい、ほんここでチリチリバラバラになるか、人間見えたってなるか、うん、あの人の本性見えたみたいな形でまた分かれていくんですよ。なるほどね。南極化が多極化していくわけですよ。うん、これでよう分かってきたやろ。だんだんだん。うん、分かってきますね、うん。そういう話なんですよ。うん、はいはいはい。だから今回のこの点大きな転換をある程度把握して失点としんどいよって言ってる理由も分かってきたでしょ。これで。はいはいはい。生きづらいんですよ。もう。まあ、生きづらい世の中になってきてますよね。うん、金を握りしめて、金と宝石握りしめて、俺は人は新人一人で生きていくぞみたいな人って相当きついですよ、これ。分かってきたでしょ、これで。いわゆる貢献、貢なんだ、お金が関係ない貢献とかそういうのしないといけないってことだよね。価値観ですよ、だから。価値観か。うん。うん、価値観を共有するってことか。そう。はい、同じような価値観で同じような方向を向ける人たちがもしおるんやったら何かを目指そうっていうことができると思うさ。うん、そこにはいくらもらえるからやるとか、いくら儲かるからやるとかっていう風なものはないわけですよ。うん、うん、こうありたいとか、こうしたいとか、こういうふうに与えたいと思っている人たちが集まるってことです。だから、もっと分かりやすいとな、これからの経済ってな、これ一回潰れた後、今回のグレートリセット壊れた後の経済ってどういう経済になるのって言ったら、うん、儲かるから投資するからとか、儲かるから会社やるとか、これひょっとしたら儲かるからやってみようっていう世界じゃなくなるぞ。うん、間違いなく、うん。そんな世界じゃないんですよ。だから、前に来るのが、その何か商売として行動するときの原理原則が、儲かるっていう前提がなくなるんですよ。やってみたいとか、面白いねとか、はいはい、ありたいとかな、はいはいはい、こういう世の中を作りたいとか、そういう人たちが集まって作っていく世界ですから。だから、いつも言ってるように、国も人々も世界中、国も地域も人々も世界中多極化になるんですよ。多極化ね、なるほどね、うんうん。そういう形です。はい。いかがでしょうか。すごい神秘的なっていうか、今日は内容、今日ちょっとあれやな、こういうの好きな人おるから見るかもわからんな。今日は、恐怖感だから、需要にこういうのを興味深く聞く人はいると思いますし、まっちゃん節がすごく出てましたね。いつもの。今日は愛ちゃんショック受けてやろ。受けてますね。あ、そんなもんか。じゃあどうして生きていくかなっていうのをすごい改めて考えましたね、自分の中で。だからな、今までの既存体制とか、金融支配的な構造、まあ、前回は聖書とか宗教的な、これも絡んでんねんね。はい、やけど、はい、今日金融と経済だけに絞って話してるからな。はい、どうやったら今の大きな枠組みを破壊できるのかって言ったら、わ、これでよう分かるでしょ、パンデミックから始まって。何をやってるのか。すごい考えてるんですよ、だからこれ。考えてますよね、すごくね。よくできてるよ。よくできてますね。パンデミックを起こして、経済を止めて、経済ズタボロにして、そこから金を任すと。ジャブジャブにした状態でインフレを起こすためには、戦争よね、みたいな。で、燃料と、悪性のインフレを引き起こすためには、原油と燃料、ね、天然ガス含めて上げりゃインフレになるわけ。インフレを今度下げ落とさせないためには、ますます原油を上げるためには戦争させると。で、戦争が起こったら今度は、インフラが止まると、はい。インフラが止まったら、ますますインフレになると。で、次はこれ、やっぱ食べ物一番人間元なんで、これ止めるのはどうしたらいいかなって言ったら、で、もうこれでインフラはある程度止まってるんで、ハイパーインフレ行くぞみたいな。ハイパーインフレはどうしたらええのって言ったら簡単な話、さっきの言った話やんな。うん、すごいよな、よく出来上がってるんですよ。そうですね、よく出来てますね。ハイパーインフレが来ると経済崩壊するんですよ。金融、はい、要はその国の経済が破綻するから、はい、ローマ帝国から一緒なんですよ、ずっと。同じことを繰り返してるだけなんでね。はいはい、でその元は引き金引くのは民衆が暴動っていうことですよ、もう。うん、で政権が崩れていくと。はいはいはい、なるほど、分かりやすいな、話っていうことはな。うんうん、でしょ、ただ、うん、昔と違って、今は、ここで本来やったら、昔やったら終わってるんですよ。うん、でも、昔と違うのは、今、電子化されてたりするんですよな、今の時代って。まあそうですね、基本的に電子化されてますね。そこに法定通貨以外の仮想通貨があるんですよ、はい、俺考えてないけど、今の時代って。で、こいつごとぶっ壊さなあかんわけですよ、今回は。ああ、なるほどね。だから昔やったらここで終わってたけど、はいはい、今回はおまけにここにさらに電子攻撃みたいな。
サイバー攻撃が入ってこないからわけよ。はいはい。根こそぎぶっ潰さないのかな。根こそぎぶっ。いや、だって根こそぎで法定通貨、仮想通貨とか逃げてるわけでしょ、現実問題。うーん。ペーパーのゴールドとか。はいはいはい。どうでしょ、うん、逃げてるわけでしょ。逃げてますね。そこ暗号化されてる、そこを潰してしまえ、もう分からんわけでしょ。なんかぐちゃぐちゃになってもね。そうですね、確かに。そうでしょ、はいはい、だから、いつも言ってるの俺仮想通貨けなすわけじゃないけど、あくまで仮想なんですよ、あれって。回転して僕仮想やから。だから、まあ、投資先として一応安心したいんやったら、ゴールドとかシルバーとか不動産って話。現物、はい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 、現物が金ですよ、今は。当分の間、はい、に移しときましょう、みたいな。でもそこが何かあったらもう諦めようぜ、みたいな話をもうしゃあないわな、これ。確かにね。もう気になるそんなこと言ったら。あ、気にないですね、確かに。それか、やりたいことに使っておく。うん。その人の金額、その人の資産状況によると思う。それはだから、うん。なんかマウンテンバイクみたいな欲しかったけど、ちょっと手出へんかったら今買うぞみたいなとかな。うん、あと、何だっけ、何でもええや。まあ、だ女性の人やったらなんかピアノみたいな欲しかったけど、ちょっとそこまでねえと思ったけど、使っちゃうぞみたいなとか。うん、あと、俺の場合やったらその船とかな。はいはいはい。要はこのリンクしてないやつですよ、金融と。うん、取られようがないから、こんなもん。取れないからね、基本的に。こんなもん、あんたのところに家のピアノ取りに行きますからね、ないから。ないですね。はい。金は可能性あるんですよ、ただ。あ、あるんだ、金は。ゴールドは可能性、はい。俺、シルバーはないと思ってる。あんな重たいのいらんから。だから今、俺としてはシルバーの方がいいんじゃないかなって。ゴールじゃなくてシルバーはない。ただゴールドはある。ゴールドはある。なるほど。重いのよ。ああ、なるほど。まあ、その辺はご自身で考えて、一番いいのはその金融的なもんとリンクしてないもんがいいと思うわ、はい、うん、把握できないもんですよ。ない、なるほどね。把握できなくて、ね、とっても仕方ないもんですわ。だからある意味不動産なんかでも農地なんかええんすよ。農地取ろうとなんてせえんからな。大体そもそも価値のないもんを、うん、でも野菜作れるし水もあるしみたいな、うん、そういう話です。自分で自足してご飯も食べられますからね。確かにね、うん、まあ、あと言ってるように、俺みたいに収益不動産な持ってるのもええやろうけど、はい、ちょっと今、その融資は出にくいんでね、やっぱ銀行閉めてるからな、まあ、これも閉めると思うんでな、うん、閉めたまんまグレートリセット行くんかどうか分からんけど、うん、まあ、現金で突っ込めるもんがあれやったら、それもええわな、収益不動産な。なるほどね、うん。そんなに損はせんよ、毎月キャッシュフロー入ってくんねんから。うん、まあ、確かに毎月、だって毎月毎月1000万ぐらいは入ってくるでしょ、普通に考えてね。いやいや、それは物件に物にもよるし、ですよね、よるから、それは何とも言えんけど、はい、あとはさっき言ったように、自分の内側っていうかな、自分のその知恵とか、考え方とか、はいはい、そういうものもしっかりやっていきましょうみたいな話ですよ。うん、なるほどね。はい、そういうことです。だからな、結論としては、あまりにもその、はい、今までのシステムの中にあったものに頼りすぎないっていうのが結論ですよ。金融的なものをひっくるめてな。で、あとは生活的なものも、今まで当たり前に買い取ったものを、はい、当たり前じゃなくなるときは来るんでね、一時。そこも、そこも、やっぱりな、そこで見直すっていう準備もしておくってことですよ。いつも言ってるやん。本当にそうなのって言ってるでしょ。言ってますね。そういうことを分かる機会が来るんですよ、うん、今回は。はいはいはい。うん、だから食料危機があーとかこうとかって言う人おるけど、そういう話じゃないんですよ。はい、はいはい。みんなを分からせるためにやるっていうことなんで。うん。うん、あまりにも、その、なんていうのかな、なんていうのかな、お金持っていけば買えますみたいな思い込んでるみたいな。ああ、いやまあ、それはなくなってくるってことですよね。うん。うん、だから、ことがありゃそうなるでしょ、人って。うん。何もなかったらならんでしょ。確かに。うん。分かるやろ。分かります、分かります。今でもかなり農業する若者増えてくるからな、やっぱ。だいぶね。増えてますね、もっと増えてきたら、この1年ぐらいすごいかな、増え方。うん、はい、これが、ま、もっと加速するわ、これから。はい、うん、だからいつもの話の自分の内に問うみたいな話と同じですよ。外に頼りすぎないということですよ、あまりにも。はい、これ同じなんですよ、全部。国も人、うん。ご質問ございますか？いや逆になんか、質問はそこまでなんだろうな。今日はちょっとはっきり言いすぎたからみんなびっくりしたから。びっくりしてると思いますね。だから頭の整理が必要ですね、正直言っちゃうとね。ただな、整理というより今言った流れを
説明したらよう分かったでしょ、これで。うまいこと作ってるなと思うでしょ。と思ってますか、うまいこと作ってるなってのは。はい、手の込んだことしやがってみたいな。だから俺いつも言うてるのは、トランプを見ると、はい、最終回行けよとか思いながら映画やってますからみたいな、はい、もうちょっと待ってねみたいな。そうですね。この劇場映画を見せてるっていうのもそういうことなんですよ。はい、何にもわからん、みんなが何にもわからんまんまに、世の中か、はい、そういう上の人たちが変えてしまう、あるいはその、なんていうかな、そういう上の人たちだけで変えてしまうと、世の中変わらないんですよ。はいはい、だからローマ帝国の時も昔過去からそうやけど、新しいもんに変える時の古いもんをぶっ潰すのは民衆の仕事みたいになってるんですよ、はいはいはい、だからそのための今映画劇場を見せてるんですよ。だから民衆立ち上がれみたいな、早く気づけよみたいな、はい、それをトランプが今やってるんですよ、はい、早く気づけよみたいな、はい、だから気づくまで終わらんぞっていう感じですよ、はい、だから日本最後になるんですよ、お前らいつまでも気づかんなみたいな、はい、だからよう分かってるんですよ、日本人最後まで気づかんな、はい、もうすでにあの4年前から、はい、4年前、5年前か。はい。もうバレてるわけよ。そういう話なんですよ、今回の。はい。そうですね。うん、だからまあ、楽しんでいきましょうと。まあ、相手も言うと、そんなことありえもせえへんやろっていうことが、あっちゃこっちゃで噴出してるでしょ、今。もうだから、言われた通りに、いろいろと怒ってるのは、それはその通りの流れだよなっていうのは分かりますからね。うん。ありえもせんやろっていうことが、起こってくるっていうことは、隠されたものがいつもの話として出てきてるってことなんで、はい、でこれ映画でネタなんでね、そうですね、うん、気づかせるためにやってるわけですからな、はい、うん、そういう話なんですよ、だから本当そうですね、うん、だから楽しんでいきましょうっていつも、はい、楽しんでいきましょう、はい、ご質問なかったらこれで終わりますけどいかがでしょうか。質問は特に大丈夫です。はい、行愛ちゃん何コメントなしやな、なんか面白い。いや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 、なんか、ま、もうちょっと整理させてくださいよ、逆に、うん、逆に愛ちゃんこういう感じに思ってなかったわけ、うん、いや思ってはいたんですけど、長いこと一緒にやってんの、いや思ってはいたんですよ、思ってはいたんですけど、ただなんだろうな、そんなにストレートに言われてもみたいな、その明確に要はもうちょっとそのそうですね、今は明確になって明確になるんだな、なってんだなってのはすごく感じましたね。だからまあ楽しめるよ。うん。何をじゃあ楽しめ、あなたいつもまっちゃん楽しめる楽しめるって言うけど、何を楽しめんのっていう結論を最後言うと、うん、自分を変えるための体験ですよ。うん。転換、うん、地球と世界が転換すんねんから自分も大転換するぞ。だから結論からその今の話を全部総合的にまとめて自分の中で解釈をすると、結局、今までとなんか状況が変わるのが一つもあります。あと、まあ、自分自身もやっぱりその変えていかないといけないと思いますと。で、やっぱりその人との付き合い方も変えていかないといけない。そもそもな価値観が変わるという、それにはちゃんとした背景があるし、その仕組みが全部崩れるかっていうのふうに僕は今の話を聞いて認識はしたので、だから自分を大転換できるチャンスっていうのが今やし、うん、でその後は自分を新しく作り変えれるっていうのが大チャンスなんですよ。そうです、今はそのチャンスじゃないから、それが例えばいろんなもの来るものもそうだしと思うし、 AI もそうだし、来てるもそうだし、もう始まってるよ、うん、もう始まってると思いますよね。もう始まってる、始まってる。だから要は何が正解なのか何が正解じゃないかっていうのも正直分からなくなってるのがあって、今のだからいつも言ってるように正解は自分の中にある。ですよね、そういうことですよね。うん、だからそれが多極化なんですよ。そうですよね。だから、うん、作るものもいるし、それを見るものを見てやるものがいる、2つに。外に正解はないってことなんですよ。もっと分かりやすいと、うん、今回の新しい時代っていうのは正解は自分の中にあって、正解は自分で作るっていう世界なんですよ。うん、分かった。うん、だから自分で正解を作っていくんですよ。そうですよね。だから、知識をもっと、なんだろうな、知識をもっと浴びないといけないってことです。知識勉強もしないといけないし、何が当たり前なのか何が間違ってるのかっていうのをきちっと学ばないといけないってことですよね。まあ、当たり前でしょうからっていつもこれで言ってる、うん、だからな、そうね、今までが異常やったわけですよ。学びもせんし、考えもせんし、うん、流されるまんまみたいな、うん、ありえんやろ、うん、そんなことって話なんですよ、うん、
でどう考えたっておかしいやろと。だからちょっとまともな人にみんななっていくってことですよ。学んで自分で考えて自分で答えを出すと、で自分で責任を取ると、うんうん、で答えは自分の中にあると、はいはいはい、外に答えはないと、で自分の導き出したものが答えであると、そうね、うん、こういうまともな世界に変えるんですよ。だからそうね、まともな世界に変えます。だから言ってる、何も考えてない人相当きついぞこれって言ってる。追っていかれるぞもうみたいな。結局だからそこでもう二極化出てますよ。だってさ、あのこれ面白い例があるんですけど、 AI で作る写真っていうのをリアルだと勘違いする人とそれを分かるっていう人の違いね。まあ、そうそう、あの AI っていうと俺この間あれじゃあれ見たのよ、はい、写真伊藤園の CM、 あ、 CM、 あ、そう、うん、あのリアルのね女の子のやつでしょ、うん、あれすごいよなあれ、あれでもよく見ると AI なんですよ。でも分かんない人から見ると AI じゃないんですよ。あれは知識を知らない人に 目の動きがちょっと見てると、目の動きと、うん、あと髪の毛の色とあと動作がちょっと異常なほどズレがあるんですよ。そう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 、いやそう言われてみたからそうよねと思うんだけど、ね、だそう見られなければわからないよねっていうレベル。そうそうそう、だからなこれから言われなければわからないレベルだから、そういうのがどんどん出てくるんですよね。だから何が本物なのか何が偽物なのかっていうのがみんなわからなくなってくる、うん、だからそういう時代になってくるから本当に二極化っていうのはもう始まってかかってたから、だから最終的に何が本物なのか、実在する子なのか違うのかっていうのすらわからないのがね、うん、自分の見定めをしっかりしないといけないなってのはすごく思いましたね、今回の話をついてたないね。いやーだからなー、あの CM 見て俺、いやここまで来たのねみたいな、ここまで来ましたね、うん、うん、あのもうあそこまで行くと何でもできそうやな。でもな、あでも何でもできますよ、うん、うん、だからアニメなんかね、昔あのほら僕ら、はい、あの教科書の右端と右上の方とか左上の方にあのパラ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 ってパラ漫画みたいなやつ、あんな感じでアニメなんて構成されとったわけや今まで。それが AI で全部一発ですねみたいな。ああもう一発でできてますね。あすごい、ね、あのチャット GPT 使えばある程度その15秒程度のアニメーションだったらあの何も書かなくても勝手にコンピューター作ってくれます、うん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 、っていう時代になってきてるので、うん、今回の二極化っていう部分とはまさしくその学ばないといけないジャンルは AI だよねっていうのはすごく感じますよね、やっぱりね。まあそうなってくると俺も AI 作れるよねみたいな、俺の AI。ああ今こそだから作れちゃいますよ。この録画してるやつを AI 化しちゃってそれを喋らせばいいだけなんで、あの、ね、こんなの僕作れちゃいます。だからこれ映像の今のところはそのビットの世界、はい、今のところはビットの世界で閉じ込められてるけど、はい、ビットの世界超える日が来るよな、多分。あの超えます、超えます。だからちょっと今、あのその辺の境目にはなってるかなってすごく感じるので、まあだから、まっちゃんが言ってることっていうのは、うん、まさしくそれにつながることなんだよなって、変換期だよなっていうのは、時代のっていうのは思います。ビットの世界を超えるということは、ある意味クローンってことやろ。そうです。実在しないんですよ。みんなが影武者、あの影武者持ってるのはバイデンだけじゃありません。私たちも影武者いますから、うんうん、みたいな。ある意味、男が女になること、ネット上では女になることなんて 100% できるので、うん、もうそういう時代になっちゃったね。ってか、だから要はネットのつながりっていうのが逆に怖くなる部分もありますよ、だから。うん、一体この人は男なのか女かってすら分からなくなってくる。のが AI でできちゃうので、まあ、そういう意味ではその辺もやっぱ原点回帰っていう風になっていく人と分かれるってことやね。そうそう、だから僕は実際そこら辺だからリアルを大事にしようってさらに思いましたね、やっぱり、うんうん、だからそういうことを知れば知るほど奥行けば行くほどリアルの方へまた行ってしまうみたいな。そう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 。だから自分の生活様式的なもんもその両極になるみたいな感じで、畑をやりながら AI やってますとかな。そう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 。だから AI で副業しながら本業ではリアルの対面やってます。そう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 。そういうイメージになっていくと思う。現実それやってますしね、うん、僕もね今ね。逆にね、うん、そうしないとバランスが取れないって感じ。取れない、うん、うん。取れない取れない。うん、そうそうそう。何かやっぱり一方向に最先端やったら最先端とかで、ね、何にも一方向行き過ぎるとバランス取れなくなってしまうんで。そうね、だから。どっかでバランスはやっぱ取らないといけない。バランス取ってくれてるのはいつものお話通りで自然ってこと。うん、そうね。うん、だからそういう自然的なものを取り入れながら最先端の方も取り入れていきましょう、うん、だからねそのバランス感覚ですよね。そうそう、
あまりにも最先端の行き過ぎると人間壊れてくんで、やっぱり、うん、まあいいよね、変わるよ。俺が10年したら俺65歳このおじいさんになるからな俺が世の中相当変わってるぞこれ。変わってますね。10年でどう変わるか楽しみですね、はい、うん、俺が65の世の中相当変わってると思うそうね、本当に。まあ今日はそんな感じで、今日はちょっと、はい、恐怖ネタでしたけど、はいありがとうございました。はい、そんな感じでまたよろしくお願いします。どうもありがとうございました。大丈夫です。はい、失礼します。